誰にも真似できないカーボンボードとして歩み始め20年余り。現在では海外のトッププロも使用する信頼のスノーボードへと成長した。その当時スノーボードは、まあ、ウッドコアが主流。ウッド自体がやっぱり天然物なんで、品質的なばらつき、重さのばらつきですとか硬さのばらつきというのはどうしても出てくる。うちの場合は、まあ、カーボンを使うことによって軽さとその品質のばらつきのないもの、重量ですとかしなりですとか、そういったところの、ボードを作るっていうことができたんですね。世界を転戦するアスリートにとって安定した品質での製品供給は必要不可欠であった。そこで芯材にウッドを用いた一般的な製品とは違い、化学製品を使うことで安定した品質での製品供給を実現した。無限の可能性を秘めるカーボンの性能を完璧に引き出すことは容易ではない。ただカーボン使えばいいだけじゃなくて、やっぱ必要な剛性とか必要なしなりというのは、同じ材料でも順番変えただけでも変わったりとかするので、ある意味その無限大に性能って作ることが、まあ、できる素材なのかなと。熟練の技術者により国内自社工場での徹底した製造品質管理が行われている。自分らがやっていいのができたなと思ったのをやっぱ評価してもらう、いいよって言われるのがやっぱり一番嬉しいですし、まあ、そこに向かってやることが楽しいですね。日本の職人芸とカーボン技術の融合がスノーボードの進化を生む。